ね、みんな何何6月始まったけどさ、もう今年半分終わりそうだよ。やばくない？いやいや、まだまだそんなわけないでしょ。まだ4月ぐらいだよ。いやいや、もう6月だよ。もう6月なの？うん、新学期始まってるから。早い。最近時の流れめっちゃ早いんだよね。おじいちゃんじゃん。ああ、じいって言ったか。おお、怖い。年齢敏感。あれうるせえな。誰さ、誰来たみたいだよ。なんだよ。あれ誰もいない。うわ、ピンポンダッシュされたんだ。誰かに。そんなことするやついんの？おい、誰だ。あ、なんか今チラッと人影見えた気がするんだけど、気のせいかな。さ、待ち伏せしようぜ。ここで待ち伏せする。来る？そんなもう一回来んじゃない？あ、来た。いや、あきら、あきら、おお、いない。早すぎだろ。どこに隠れてんねん。じゃん、ピンポンダッシュされたことある人はチャンネル登録高評価よろしくね。お願いします。よろしくお願いします。みんなはすんなよ。うるせえな。あとは学園祭も来てね。よろしく。遊びに来てね。おい、うるせえ。うるせえ、うるせえ。おめえかよ。はい。あ、サンサンドバーイーツでーす。サンドバーイーツってなんだよ。サンバーイーツでーす。サンバー、名前変わっとるよ。悪いな。何を持ってきたの？失礼いたします。早い。何持ってきたの？ピッツァ。ピザじゃなくてピッツァね。じゃあこれ運んできてくれたってことは俺らが食っていいってこと？ダメだよ。なんで？俺のご飯だから。ピッツァパーティーじゃない。お前それ出前じゃなくてただ自分のもん持ってきただけじゃん。サンドバーイーツだよ。サンバーイーツね。お前一回自分で言い間違えてたんだろ。全部違うな、お前。うるさいな。お前が自分で言い間違えてたんだろ。じゃあ言い間違えてない。俺サンバーイーツって言った最初から。最初はサンドバーイーツって言ってました。いや言ってない。出ました、サンドバーイーツでーす。ガチャガチャうるせえんだよ。タコタコじゃねえよ。4月15日の海の日に初のリアルイベントを開催するよ。詳しくはコメント欄か概要欄をチェックしてね。せーの、みんなで来い。来い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 。じゃあ一切れだけちょうだい。一切れだけ。いや、一切れもあげないね。お前にはカスがあげる。カスがあげるの？カスがあげるってトゥースいらないよ。ちょっとだけいいじゃん。てか何ピザ頼んだの？なんだと思う？まあ、チーズマルリータね。マルギリータ。まあ、俺が食べるんやけどな。一口ちょうだいよ。やだよ、お前。触んな、汚ねえてね。お前トイレ行ったって洗わねえんだからよ。洗ってるわ。洗ってねえだろ。洗ってるわ。なんやねん、その情報。適当ぶっこきやがって。いや、ほんまや。ほんまじゃねえよ。じゃあどこに情報があんだよ。俺の脳内。お前の脳内信じられるわけねえよ。見たもんね。じゃあ見たことある？ない。見たことある？いるけってるのは見たことある。痛い。ゆうちゃん。証拠、ほら動物蹴ってる。こいつ。あ、私蹴られたんだ。証拠隠滅。証拠隠滅しようとしてる。知らん。お前。おい、返せてめえ。あ、ごめん。はい。返します。あ、やばい。そんな食べたい？ちょっと食べたい。食べたいよ。食べたいよ。じゃあ食わせて。そんなに言うなら食わせて。食べません。無理です。ブリ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 。ララララララ。ウェイ。ね、食べたい？ちょっと。俺も食べたいな。お、ナイス、やっちゃえ。それ玉ないよ。バレたか。うわ、こいつ。うわぜ、こいつ。痛いんか。でも俺が、小村くん、俺が全部食べる。あ、何今の音？なんかビリって言わなかった？お尻から。何？サンド？何？ちょっとあっち行ってて。何？なんで？ピザ食っていい？ピザ。あ、じゃあピザ食おうぜ。ピザ。オッケー。パーティー。あ、ありがとう。お前どけ。俺も座らせろ。いや、みんな食べよう。ピザ。うるさいな。うるさい。ねえ、うるさい。うるさい。何？何が起きたんだよ。何？残りって。残りって。終わった。何が？何が終わったの？何が？大変なことが起こりました。うん。お前もうずっと頭が大変だよ。どうしたの？下向いて。何？どうしたんだよ、おい。何？笑わないで聞いてくれる？笑わないよ。笑わないよ。そんなに悩んでんだったら。パンツ破れた。破れた？今破れたの？お前人のボタン折ってて、あれで破れたの？じゃあもっとお尻プリプリしたら破れ。お前何やってんだよ、バカだな。笑ってる！笑わないって言ったのに。アホだ、アホだ。笑わないって言ったのに。いや、さすがにそれはちょっとおもろいわ。スース
スンするお尻が。うわ、汚ねえな。まあ人のことバカにしてるからだよ。いや、パンツ破けたからいらないねこれ。ちょっと意味がわからないけど、あ、そのピザ使って今からパンツ作る。いや、ね、作んな作んなって。ねえ、パンツの買えない？ないよ。ね、貸してくれよ。やは、やはだよ、なんでだよ。待って、あ、ゼアル君毛つきそうだからやだな。いい、ついてねえよ別にそんな。ねえ、オムラ君パンツ貸して。やだ。持ってない、買え。やだ、なんで。だってお前さ、貸したら汚くしそうだもん。汚くしないよ。また破れてさ。だって破くじゃん、ね、じゃあ今日だけパンツ貸して。やだ、やだ。まあ、確かに小村くん手や、トイレ行った後手洗わないし。洗ってるわ、なんやねんそれ。ね、ユンちゃん、いや、いいわユンちゃんは。あれ、もう交渉もしないな。ね、いらない、なんか履いてなさそうだもん。でもさ、パンツ買ってきたら、パンツぐらいだったら。どっかにないパンツ。いや、コンビニとかに売ってんだろ普通。お前のパンツどこで買ってんの、いつも。知らん、覚えてない。じゃあそれさ、古いやつだからさ、破けたんじゃないの？多分そう。あ、待って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 。あのさ、この辺に新しいさ、なんかお店ができたんだけど、そこにさ、パンツ専門店ができたの。パンツ専門店？うん。え、そこ行こう？そこ行く？僕は行かないけど別に。いや、俺もちょっと依頼あるから。ねえ、だ、頼ま、俺のパンツ破けてる方が重要だろ。パンツくらい自分で買えけばいいじゃん。ねえ、ちょっと来てくれ。ねえ、ちょっとねえ、もしかしたら君たちいいのあるかもよ。いや、俺はだっていいもん、別に。来いって言ってんだよ、ピザ食うだろおめえ。ええー、じゃあね、お前食ったろが俺のピザくれ。いや、そこにピザがあったから俺が持ってきたんじゃバカ。別に持ってきたのが悪いわ。お前そんなこと言うんだな。何何、なんじゃ。お前が次から何でも持ってきたやつ、別に持ってきたのが悪いって言うからな。怖いな、別に持ってかないよ飯は。まだちょっとだけね。ねえ、だから来てくれ、ね、来てくれ。どこにあるかわからんし。あ、いいよ、そこか。いいから来てくれ早く。ちょっとだけね。ちょっと、いいから早く、いいから早く来てくれ。じゃあ案内するからね、こっち早く来て。どこ？こっちらへんじゃなかったっけな、確か。パンツ買ってくれ俺の。いや、お金出さないから。お前誰呼んだの？自腹だよ。いいから。ね、お前らもいいパンツ見つけるかもしれんやろ。なんでお前ここに乾かしてんねん、お前の顔。ここで干すなよ。いいだろ別に干しても。いいから早くパンツ専門店連れてけ。はいはい、おはよう、行きますよ。なんでそんなパンツ専門店なんかあんだよ。あるだろパンツ専門店ぐらい。それはないかもしれない。見たことないよ。珍しいよね。需要がすごいな。おパンツ破れたことある人はチャンネル登録と高評価よろしくね。ちなみに僕は本当に破れたことがあるよ。もうそんなこと言ってねえで早く行くぞお前。行く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 、パンツ行く。お前キモいな。どこ？ここら辺にあるはずなんだけどね。カラオケもあったし。開拓されてるからか。ここカラオケじゃん。早くして。あ、待って待って、あったあったあった。これ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 。お股がスースーする、破れてるから。うるさいな。これ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 、見つけたよ。うわー、うわー、専門店じゃん。これ女の子用のやつじゃないの？大丈夫？本当。え、サンド、女の子用のやつ買うの？いや、これ男女兼用あるから、多分。背に腹は変えられぬ。いや、別にカッコつけても、お前、これ多少できなくなっちゃうよ。お前、多少すんの？いや、多少っていうかさ、お前男子トイレにあるじゃん。お前、そこら辺で多少しとんか。で、最近に限った話なんだけど、全然人の話聞かないよね。何？もう一回聞いてあげる。男子トイレで立ちながらしょんべんできないでしょって。早くパンツ買いに行こう。だから怒るの？まだやせー！ホームラってこういうやつです！皆さん！皆さん！ほら、早く帰れよ。今日待っててやるから。お邪魔します。うわぁ、すげえいっぱいパンツ売ってる。何これ、いろいろあるね。スライムパンツみたいの。え、すごいよ、見て、これ魔物パンツだって。何それ、魔物パンツ。何これ、かっこいい。ゾウじゃん。ゾウだ。ゾウじゃないよ別に、全然ゾウさんパンツ。な、もっこりしてるでこれ。もっこりっていうかさ、もうドーンって直線になってんじゃん。鼻チンだね。鼻チンって何？鼻チンはよくわかんないけど。え、待って、これ何？え、待って、これ岩戸ブーメランパンツやん。無理だって。お前隠せないだろ、こんなん。サンド、さすがにこれは入ってダメだよ。これは、はみ出るぞ、これ。うるさいな。冷静にキモいよ、お前。え、待って、これ何？なんでこんなん売ってんだよ。白鳥なんだよ。これパンツ、これ。昔の芸人がやってるやつじゃないの？お湯沸き白鳥パンツだ、かっけー。もういいから、もう早くさ、早く履いてきてよ。ちょっと履いてこよ。いいね、いっぱいパンツ売ってるじゃん。なんかさ、普通のパンツなくない？ここにもあるよ、ほら。なんかこれは別に、これ女の子用のやつやん、うん。
まあでもこの中だったら一番まともかも。そうだね。まあまあ確かに。今日も俺オーパンティーデビューする？いや、まあまあでも。今日のね、今日の、なんか最初のぐらいに。しゃあない。まあ今日だけだから。そうそうそう。さすがに、この年になってノーパンはちょっと、きつい。ノンノンじゃない。まあまあ確かに。曲がってないの、入ってくれ。うわ、これかっこいい。ねえ、すごいかも。うん？早く着替えて、履いてよ。一番いいやつじゃあ、ちょっと見せてよ。どう？おぉ、すごい。そうそうそう。いやー、やめといた方がいい人思うよ。でも今日限定だよ。別に毎回履くわけじゃない。限定だよ、じゃなくて。それさ、ズボン履けんの？その上に。どういう構造してんの？ダメ？うん。だってまずさ、これズボン履けないじゃん。なんでそんな悲しそうなん？あ、これいいかも。こっちいいかもね。え？今度はどう？なんかね、怖い。うん。え？なんか潜んでるよ、ほんとに。俺のチンに。モンスターが宿ってる。キバーもっとマッチョなやつないの？あはあはあ、これ最強かも。何？どれ？一番いいかもね、やっぱり。これでいこうかしら。それこそさ、もう履けないやん。履けないやん。ズボンが。何か大切なものを失ってる気がするよ。あ、やばい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 。捕まる。飛んでる。雲はなぜ私を待ってるの？教えて、おじいさん。彼女さんしゃがんでみて。白鳥が悲しんどる。ちょっと待って。ちょっと待って。ダメだって。おい、やめろ。ちょっとやめな、お前。むしゃがむな。太ももで走ってる。白鳥がチンになっとる。なんでだって。なんでダメなの？ダメ、ちゃんとチンになってる。パンツが消えとる。ダメか。今日、いや、しゃがんでいくなよ、お前。まあ、後ろから見たら、お前、ブリーフ履いてるみたいだよ。見てんだよ。おい。白鳥だけ出てんだよ。こんにちはするから。もうちょっと下がれ。何？白鳥の先端だけ出てんだよ。これだけ、この状態でこれだけ取ってくれ。これだけ取ってくれ。あと、もう一枚。いいね。ちょっと、ホモラ君そこ立って。もうちょい前に来てくれ。大丈夫それ。何をしてんの俺は。動画にできないかも。ちょっと見てみて。何が？あ、いいね。ほら見て。白鳥ドリル。白鳥ドリルってなんだよ。白鳥ドリル。突き刺さってんな。じゃあこれしかないの？もう女の子のパンツだよ、これ。おパンティーだよ、パンツ。いいよ、それしかないじゃん。おパンティーでいいの？おパンティーでいいよ。あと俺が着替えてる時に帰ったりしないでね。うん、わかった。よし、帰るか。ユンちゃん、あとよろしく。え、なんで？いや、だって、あいつ残ってたら俺に金払わせるやん。ということでよろしく。だね。私に払わせるじゃん、それ最終的に。ねえ、待ってよ。どうこれ入った。あれみんなは？あれみんな帰っちゃったよ。なんで？何そのパンツ。あれなんか青くなってるじゃん。色変わるの？なんかね、履いたら色変わるんだよね、これ。え、すごい。ね、ちょっと女の子、完全に女の子だからさ、なんかおむつっぽくも見えるな、サンドが入ったら。最悪なんだけど、まあしょうがない。今日はこれ一日過ごすしかない。これで、まあ、それが一番まともだもんね。ズボン忘れた。もう何やってんのサンド。ズボンどっか行った。ねえ、どっか行った。なんで離してよ。ズボンどこやったの？あいつら持ってったんじゃないの？え、嘘。どうすんの？もうこれで帰るしかないじゃないから。やだんだけど、そもそも何歩くの。おい、どこ行った？おい、隠れて。あいつどこ行ったのマジで。だからもう帰っちゃったんだよサンド。なんか変なパンツばっかり試着してるから。なんか光ってない俺のパンツ。え、なんで。すごい光る仕様なのかな。ライトパンツってこと。すげえ魔法だ。うわー、光ってる。おー、え、ゆんちゃんなんかパンツになってるよ。え、サンドもパンツになってるけど。は、なんでえ、なんで、なにこれ。これさ、魔法のパンツのせい、もしかして。あ、え、そういうこと。いやー、ねえどうしよう、お嫁に行けないわ私。いや、なんじゃ。わ、え、なんでサンドが履いたから。あれ近くにいた人パンツにすんのかな、あれ。なんで笑うんだ、私もサンドだけでいいじゃん、履いたの。なんでだよ。やだよ、しかもなんで俺さパンティーなんだよこれ。知らん、だからサンドが履いてたのがパンティーだからじゃない。最悪だよマジで。魔法のパンティーだったんだよ。何や魔法のパンティーって。なんか後ろスースーするんだけど。あと、え、見せて後ろ。え、なんか破れてないサンド。なんで破れてる。ねえもうなんで早速破れてるの。なんかあれおかしいだろ。ねえ、またどう、これどうやって
戻るの？え、てかみんなは本当に帰っちゃったの？帰ったって、もう走って帰ってたよ。え、どうしようどうしようどうしよう。ね、こんな姿他の人に見られたらやばいよ。そうで、どうしよう。え、一旦部室帰ろう。バレずに部室帰ろう。戻る？戻れるかな。地面に埋まらないね、パンツ。いや、隠れるんだよ、これ。ほら、落ちてるパンツだよ、これ。いや、落ちてるパンツ嫌じゃん。早く帰ろう、早く帰ろう。ちゃっちゃ帰ろうぜ、もう。もう、サンドが余計だもん、帰るから。じゃあ、パンツ専門店進めたゼアルのせいだろ、これ。そう、ゼアル君に聞こうよ。あ、そっか、ゼアル君なら直せるかもね。うん、じゃあゼアル君の方行こう。でも、今んとこ人いないから、よかったね。うん、まあ、今んとこ大丈夫そうだ、ね。無事に帰れそう。ね、これ、学校入るときが一番やばいかも。生徒に見られたりしたらやばいよ。やばいよ。パンツが勝手に歩いてるって噂になるよ。キモすぎるよそんな噂。サムがおとりになってさ、注意引いて。うるせえな、お前が行け。やばいやばいやばい。もう一生パンツのまま捨てられることになるよ。うん、あのとこにいたら上がれないもんね、パンツの状態だったら。うわ、怖いな。人いない、大丈夫？サンド、サンド、サンド、サンド。何？早く行こうって。隠れながら言ってんだよ。見てみろ、あそこに人いるぞ、ほら。あ、本当だ、あんなとこにいる。いるだろ。どう、気をつけないと。気をつけなきゃね。見つかるぞ。破れてる、ずっと。うるさいな。黙れ。お前先行けよ。やだよ、もうなんで。パンツの声聞こえてんのかな。聞こえるでしょ、サンダ、うるさいよ、もう聞いて。あそこいるぞ。で、どこ。やっぱ軽い。これさ、公園の中通ってわざと遠回りしていく。あ、いいね、公園の中通ってく。うん、バレないように行って。うわ、ガキいるぞ。うわ、ガキに見つかったら危ないかも。めっちゃぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねてんじゃん。あ、でも今遊んでるし、行けるんじゃない。あいつら散ったぞ。よし、今たち、よし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 、足足今、あ、行け、急げ、よしよし、いいぞいいぞ。うわ、ええ、ゆっちゃん何やってんの。なんだ、え、なにこれ、なにこれ、なんか、やばい、落としたら落とせるぞ。あ、落とせる、誰か落とせる。なんだ、なんだ、なんだ、え、なにこれ、あれ、え、なんかただのパンツじゃん。パンツ怒ってない？どこ？パンツ落として何するつもりだよお前。なんでパンツ落としたんだろう。パンツ重たいのかな。やばいやばい、そういうことか。なんか、まあ、でもお前人落とせよ、しょうもないな。何やってんだよお前。パンツ助けて。でも動いてないこれ。ねえ、動いてない。ねえねえねえ、何？今パンツが喋ったよ。お前これ早く取ってよ。ほら、もうダメだお前。もうやっと取って。いった、なに、あ、バレちゃった。バッキー、こらバカ、クソガキ。あ、やばい、落ちてた。待って、あー、何やばいんだよお前。バカ、何やばいんだよ。何やばいんだよこいつ。サンド、置いてこないでよ。置いてる、お前落とし穴落ちてんじゃねえよ、あのガキの掘った落とし穴によ。そんな分かるわけないよ。何やってんだお前。何やってんだ、そっち、お前帰ろうよ、そっち行かなくていいよ。ガキは、あ、痛い痛い痛い、やばい、バレた。急げ、マジマジ。おい、行くのよ。早く逃げろ、早く逃げろ。待って、待って、待って、やばいって。もうさ、もうどうかしてよ。ブイッツ、ブイッツ、学校行っとけ。よしよし、また追っかけてきてんぞ、あのガキ。ねえ、待ってよ。やばい、学校入れ、学校入れ。学校行っちゃった、ダメだぞ。あ、行っちゃった、ほら、入れないよ。入れないよ。バカ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 、クソガキ。おい、こっち見る、こっち見る。入ってきた。許せない、急げ、早く走れ。何やってんのサンド。止めてよ。溺れてるってサンド。濡れて上がれない。重い布で。何やってんの。何やってんのじゃねえ、お前落とし穴落ちてんじゃねえバカ。いいじゃん。てかサンド、子供大丈夫？来てない？来てないけど、学校の生徒にもバレちゃいけないからね。あ、そうだ。よし、あいつらあっち向いてる。よしよしよし、急げ。今のち、今のち。お、体育館めっちゃ生徒いるな。うわ、やばい、見られるんじゃない。大丈夫？いない？そこもいないんじゃないか、これ。こうやって埋もれていこう。こっちの方が安全だわ。いや、サンドだけじゃん。サンドは緑色だからなんかそれっぽいけど、私めっちゃ目立つんだけど。お前目立ってんな、黄色。なんかピザが動いてるみたいになってる。よし、部室まであとちょっとだ、急げ。よし、やるかいるから、ちょっとステラ君のとこ行こう。そうだね、研究室の方行くか。うん、あれ、サンドの目にあったよ。あ、いるじゃん。ねえ、ゼアル君、ゼアル君助けて。やばいよこれ。なんかパンツが喋ってる。は、誰だお前。熱い熱いって、バカ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 。おい、今お前降りなよ、降りなって。何それ、なんかパンツが喋ってんだって。パンツが喋ってる。まず、マジでキモい。え、退治した。うん、なんかキモかった今。
化け物がこんなとこまで来るなんて危ねえな。おいおいおい、なんか消化しろ消化。てかさ、危ないな。あいつらは？いやまだ帰ってきてないんじゃない？まだパンツ選んでんじゃない？せえな、早く帰ってこいよな。こっちいらんやってんだよ。早くしろよな。そうだよ。